はい、今回はですね、こちらアイリス大山のですね、扇風機の方をですね、ちょっとね、買ったものですからね、商品のレビューをしてみたいと思います。一回ちょっとね、切らさせていただきます。で、ちょっと遠くからね、ご覧になっていただけたらね、いいと思うんですけどもね、こうあの部屋のね、角に置いてもね、ぴったりこう置く場所ですね、あまり場所を取らないということでね、こう部屋の角にね置ける扇風機としてね、私たちちょっと買ったんですけどもね、非常にね、機能的にもね、デザイン的にもとてもいいなと思ったんでね、ちょっと紹介させていただきます。こちらにとっても良かったんでね、各部屋っていうか2台買ってね、夏場をちょっとしのいだわけですけどもね、まあ扇風機は毎年使えますんでね、いいなと思ってね、2台買いました。とても安くてですね、こう見た感じもおしゃれな感じですね、いいなと思ってるんですけども、こちらちょっとね、今ちょっと最初ね、首振りの弱い、ところからねスタートしたんですけどもね、この上の方のパネルはこんな感じになってます。もちろんあの連続ですね、連続、こちら切る、はい、こちらタイマーになってますね。3時間180分で3時間ですね、寝る前ですとかね、まあこう勉強してる時とかね、自動的に切れるようにタイマーもついております。で、こちらね、左から首振り強い中弱い切るという感じになってましてね、先ほどもちょっとお見せしたんですけどもね、これを押すね、首振る感じになりますね。はい、こんな感じでね、はい、で、まあ、常に当たらないね、こうやって首振りで使うとですね、非常に体にも良いということでね、機能的にも優れております。ちょっとね、中音もそんなにうるさくはないです。まあね、音の出ない扇風機みたいのもあるみたいですけどもね、そういうのに比べるとね、やっぱり音はしますけどね、やっぱり扇風機といえば音が鳴らないとね。ちょっと強いにしてみますよ。強いでこれぐらい、強いの首振りです。はい、この涼しい感じ、伝わっているでしょうかね。まあね、これ首振り切ってみますよ。これは固定ですね。もうむちゃくちゃとにかく暑い、涼しくしたいって、こういう感じで固定して使うこともできますね。こちら本当はね、縦長なんでね、動画も縦長に撮りたいんですけどもね、動画の方が横の方がね、合うということでね、今横で撮っています。これぐらい長いですね。1メートル、結構1メートル以上ありますね、高さはね。はい。という感じで今連続にしてるわけですけどもね、とてもこちらアイリス大山のね、おしゃれで機能的にもとてもいいよっていうね、この夏に買った扇風機、はい、ちょっと紹介させていただきました。とても良かったんでね、商品レビューという感じでね、動画ね、最後まで見ていただきましてありがとうございます。他にもね、いろいろね、動画の方で、ね、商品レビューですとか、いろいろね、ゲームのね、アプリとかね、紹介とかもしてますのでね、まあ、iPhone 関係のね、端末関係のね、商品も、いろいろね、動画で投稿していますんでね、この機会にね、チャンネル登録とかね、していただけたら幸いでございます。はい、今日はね、最後までありがとうございます。失礼いたします。